何を作っちゃおう。どれを入れよう。まずはあれから。いや、それとも、うんうん、なるほど、うん、いい感じ、うん、いい感じ。すごいのできちゃうかも。俺様に任せとけ。わあ、そうくるんだ。これはここにしよう、ここにしよう。これはここ。すごいのできちゃうかも。いいこと起こりそうな予感。特性はどれにする。こんな感じかな。パパッと仕上げちゃおう。これで完成。感じかな。プラフト、確認してみて。それじゃ、今度はプラフトが作ったものを。いいえ、その必要はありません。一目でわかるほどに品質の違いが明らかです。私の完敗です。まさかここまで差があるとは。そうかな。クラフトのも十分よくできてると思うけど。それに私の方が未来から来てるならその差なんじゃないかな。仮にそうだとしても、私には技術以外にまだ足りないものがあるような、そんな気がするんです。技術以外にか。プラフトはさ、錬金術で何をしたいの。前までは村を救おうと思ってました。私の故郷は干ばつに襲われて苦しんでいたので、だから錬金術を学ぼうと思ったんです。今もそう思ってる。いえ、故郷の問題は解決しましたので、今は友人と一緒に錬金術の研究に集中しています。研究を続ければやがてもっといろいろなことを知り、たくさんのものを調合できるようになりますからね。けど、それを作ってやりたいことは、きっと見つかると思うよ。今の話を聞いて確信した。やっぱりあなたは昔のプラフトだよ。干ばつに襲われた村を救った話、前にプラフトから聞いたことあるし、間違いないよ。ではエルビーラのところにいたのは本当に未来の私。うん、そっか、本当に若い頃のプラフトだったんだ。今のプラフトからは想像できないけど、昔はこんな悩みを持ってたんだな。何を笑ってるんですか。変なこと考えてるでしょう。考えてないよ。二人とも朗報よ。エルの方で進展があったみたい。ラミゼルさん、本当？
ええ、すぐにあの子のところに行きましょう。どこに向かう？護衛は任せてくれ。うん、出発しよう。おはよう。どれが欲しいの？話があれば真っ先に僕が飛びついてるし。だよね、そう簡単に儲け話が転がってるほど世の中甘くないってことだね。うん、仕事の話じゃないっぽいかも。あれ、いらっしゃいソフィーさん、何か入り用かな。近くに来たから寄ってみただけ。またお金の話してるの？当然、だって商売人だし。そうだ、ねえねえソフィーさん、そろそろまた失敗作が溜まってる頃だったりしない？そんなしょっちゅう失敗しないよ。そっか、だとするとしばらくはコツコツと普通に商売するしかないかな。っていうかさ、失敗作じゃなくて成功作を売った方が絶対高く売れるんじゃない？そりゃそうだけど、失敗作じゃないと仕入れるのにお金かかっちゃうでしょ。まあさすがにタダでは渡せないよ。私も錬金術がお仕事なんだし。じゃあさ、アレットも錬金術を教わるってのは？それなら自分で好きなだけ商品開発できるし。それだ！その手があった！私が錬金術師になれば自分で作った商品を好きなだけ売ることができるんだ。そうそう、失敗作は僕が引き取って売れるからお互いにいいことずくめだし。え、それピリカさんだけ何もしてないような。時は金なり、善は急げ。早速行動を始めなきゃね。超超
教えられるかな。さ、どこに行くの？うん、出発。そうか、こいつが元騎士だってことを知らなかったのか。ま、いちいち言うことでもねえだろうけどな。大昔の話だからな。んな昔じゃねえだろうが。こっちに来たのだって俺様より後のくせによ。オリアスさんの方がこっちでの時間長いんだ。ああ、こいつが来た頃にはもう俺様は超大人気の超用心棒だったんだがな。俺様レベルに頼れる用心棒が他にいなくて、依頼が集中しまくって過労死寸前だったんだ。超用心棒って聞いたことがない。いつ転職したんだ？気にしねえで流せ。とにかくそんな時に元騎士のディーボルトが来てくれたから用心棒に誘ったんだ。おかげで俺様への依頼も落ち着いたし、マジでありがたかったぜ。いや、右も左もわからない私に職を紹介してくれて、私の方こそ本当に助かった。あの時のことは今でも忘れない。うむ、思い出したら感謝の気持ちが溢れてきた。恩人である以上、やはり敬意を払わねばならない。オリアスさん、もしくは先輩と呼ばせてもらえないか。ああ、最初に言っただろ、そういうのいらねえからマジやめろ。なんかこうむずがゆくなるんだよ。呼び捨てでいい。むしろそれ以外は許さねえ。先輩がそう言うのなら。だからやめろって。たく、堅苦しいやつだな。二人とも仲良しなんだな。どこに行こうかな。出発です。よく来たね。どうも、また来てね。よく来たね。どれが欲しいの？どうも。どこに向かう？護衛は任せてくれ。図鑑は使わない方がいいわよ。その方が覚えるしね。そうなのですか。少し試してみます。
エルヴィーナ、プラフタのことで進展があったって聞いたんだけど本当？ソフィーがプラフタの声を聞いた場所だけど、そこにヒントがあったの。プラフタの魂は夢の核に引き寄せられてあの場所にいたんだと思う。夢の核？それってどういうものなの？なんて言えばいいのかな。簡単に言うなら大地の心臓にあたるものよ。そんなところにどうしてプラフタの魂が？夢の核は人間のみんながこっちで生きられるように私が作ったものなの。あれはみんなが寝ている時に見る夢、無限を元にしながら世界を作り続けてる。だから夢の核には無限みたいに形のないものが引き寄せられやすいのよ。そうだったんだ。ってことはまたあの水流と戦うってことか。やれやれ、ちょいと骨が折れるな。大丈夫よ。あの水流は夢の核を守るための私の眷属だから、あなたたちを襲わないように指示を出しておいたわ。そいつはありがてえぜ。ですが問題は、魂がそこにいたとしても捕獲する手段がないということですね。そうだね。せめて玉結いの石でもあれば魂を捕まえる道具を作れるんだけど。玉結いの石か。そういうことなら私とピリカさんが力になれるかも。なるほど、アレットとピリカなら一つくらいは見つけるかもしれんな。けどよ、こっちにあんのかよ。わかんないけど、ピリカさんにも相談してみたいから一度お店に行ってみようよ。そうだね、少しでも可能性があるならそうしよう。これでいいのか？お、原石発見！何かに使えるかしら？お、どこに向かう？護衛は任せてくれ。出かけるわよ。結構重いですね。無事に持って帰れるでしょうか。てやっ、絡んでしまいました。えい、糸の採取は難しいです。これこれ。小腹が空いたら食べてもいいか。ダメか。てやっ、よし、頑張っていこう。どうやらあそこが弱点みたいだな。おい、俺にやらせてくれ。これを使おう。これを食らいなさい。いきます。私の後ろに。一
と連携でいくぜ。覚悟はできたか。じゃあこいつも食らいな。食らえ。手加減したつもりなんだからね。まだまだ成長するわよ。どうやらあそこが弱点みたいだな。おい、俺にやらせてくれ。これでいっけー。後ろに続くぜ、ラミゼル。これは熱いわよ。これでだろ。いつも食らいな。やったね。逃がしません。終わりです。脅威ではなかったですね。思いついたかも。よし、頑張っていこう。どうやらあそこが弱点みたいだな。おい、俺にやらせてくれ。これでバッチリだよ。さあ、行くわよ。お仕置きよ。今、オーラが壊れそうだよ。今がチャンス。ダメです。後ろにいるからな、プラフタ。容赦なしです。逃がしゃしねえよ。出さねえ。させないよ。じゃなくて普通に料理に使いたいわね。せーの。そうね。見つけた。せーの。敵です。これを使おう。道具を作ったり直したりするから、どこに行っても鉱石は需要あるんだよね。てやっ。よし、頑張っていこう。これでいっけー。せーの。これで終わり。いきます。最後です。脅威ではなかったですね。また強くなっちまったぜ。まだ私は強くなれるということか。思いついたかも。お、見っけ。うん、これでいいのか。え、みんな戦闘準備。これを使おう。しません。とどめです。脅威ではなかったですね。さ、どこに行くの？隅々までたん。
よーし、はい、新しいレシピ出来上がり。新たなレシピを習得しました。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。さ、出かけ。どうしたのアレット、そんな元気に飛び込んできて。あのね、実は聞きたいことがあって。玉結いの石ね。その名前は聞いたことないけど、どんな石なの。どんなって、見た目は普通の石だけど、形が綺麗なまん丸をしてるんだ。綺麗なまん丸の石、もしかしてあれかな。え、もしかしてあるの。特徴に合う石はあったと思う。探してくるからちょっと待っててね。私全然役に立てなかったな。ううん、アレットちゃんが言ってくれたからこんなに早く見つかるかもしれないんだよ。それに本当なら私、プラフタの魂を探す道具はちゃんと持ってたんだ。隔離用の羅針盤っていうのなんだけど、この世界に来る時に落っことしちゃって。まあなくなっちゃったのは仕方ないけど、こういう事態になるとちょっと悔やまれるな。私としてはすっごい珍しい道具をなくしたのに、その程度で済んでる方が気になるよ。お待たせ。探してるその石ってこれのこと。すごい、これ本当に玉結いの石だ。よかった、これで合ってたんだね。これはアレットと出会うよりも前に偶然手に入れたものなんだ。持ち込んできた人がすごく珍しいものだって言うから買い取りはしたんだけど、まあ売れないよね。ただの石にしか見えないもんね。でもソフィーさんにはこれが必要なんだよね。うん、プラフタを助けるためにどうしても必要なの。そっか、それならこれあげるよ。早くプラフタさんを助けてあげて。え、でもずっと置きっぱなしの石ころだったしね。在庫処分ってことで気にしないで。ありがとう。これを使って絶対にプラフタを助けるね。あ、そうか。さ、どこに行くの。よーし、玉結いの石が手に入ったから材料はなんとかなったけど、問題は何を作るかだよね。魂って形のない無防備なものだから、それを安全に持って帰らないといけないわけだし、ここで手に入る素材で作れてそれができる形にするとなると、カゴかな。それから玉結いの石をプラフタの魂の波長と合わせれば、よーし、大体どんな感じか分かったし、早速作っちゃおう。作れるものが増えたみたい。何を作っちゃおう。材料あった。仕上げるよ。
いたー。まだまだ上手くなるよ。よし、できた。お疲れ様です、ソフィー。わっ、みんないつの間に。エルビーラまで。心配だからって、みんなにバレないようにこっそり来たのよ。だって私のせいでこんなことになっちゃってるんだから心配してくれてありがとう。でもちゃんとできたから大丈夫だよ。まさかカゴで魂を捕まえて運ぶなんてすごいの作ったわね。でもこれなら魂を安全に運べそうですね。二人からのお墨付きがもらえて私もちょっと安心したよ。本当すごいわ。こんな道具を簡単に作れちゃうなんて。そうね、私なんかじゃかなわないすごい錬金術師よ。優秀な孫を持てて安心ね、ラミ。ええ。あ、え、なになにみんなどうしちゃったの。あのね、それじゃあ私がおばあちゃんみたいじゃない。でも実際ソフィーはラミーの孫じゃない。孫？待って、エルビーラ、それ本当なの？本当にラミゼルさんは私のおばあちゃんなの？そうだけど、あれ？気づいてなかったんだ。あのね、ソフィーはラミーのいた時代よりも少し先の未来から来たの。正真正銘ラミーのお孫さんなんだよ。そう言われてもソフィーは知ってたの？もしかしてとは思ってたけど、私が知ってるおばあちゃんは本当におばあちゃんの姿だったし。そっか、そうよね。うん。ラミゼルさんって呼んでてもいいのかな。いいと思うわよ、多分。変じゃないと思うし。二人とも混乱する気持ちはよくわかります。ですが今は彼女、未来の私の魂を探しに行くのが先決です。そうだよね、早く探しに行かなくちゃね、ラミゼルさん。ええ、もちろん。改めてよろしくね。うん、こちらこそ。ねえ、二人ともどうしちゃったの？なんだか様子が変だけど。はあ、もう何も言わないでください。どこに行くんだ？よし、行こう。お、
ミゼルさん。ああソフィー。こんにちは。こんにちは。で、なんか他人行儀な感じなんだけど。そんなことないよ。他人だなんて思ってないし。そりゃあまあ他人ではないよね。じゃあそろそろ。うん、それじゃあまた。やっぱり実感湧かないよね。急に孫とか言われたって。私もラミゼルさんがおばあちゃんだって言われても実感ないし。はあ、こんな気持ちになるなんてちょっと寂しいな。燃料独特の香りが苦手です。長く嗅いでいると頭痛が。砂が売れるなら砂漠の近くに住めば。ってそんな儲からないね。てやん。てやん。お、素材発見。この調子でどんどん集めるわよ。買いますか。頑張ろう。あ、くそ、この野郎ふざけやがって。荒れてるね、オーリアスさん。何か嫌なことでもあったの？あの客、俺様を用心棒に雇うって言ったくせに急にディーボルトに変えやがったんだ。しかも出発寸前にだぞ。ディーボルトが来たのを見てやっぱ変えるってさ。それは気分悪いよね。そのお客さん失礼だよ。だろう。お前もそう思うよな。俺様の方が用心棒経験豊富だし人気だって上だってのに、あの野郎。でもディーボルトさんによく引き受けたね。オリオスさんが怒ってるの見ただろうに。は？いや、あいつらの前では怒ってねえよ。客が雇う用心棒を選ぶのに最後まで慎重になるのはおかしなことじゃねえからな。え？そうなの？用心棒を雇わなきゃいけない状況ってことは客にだって危険がつきまとうんだぜ。自分の命をかける選択をしなきゃならねえんだ。そりゃ最後の最後まで慎重になって当然だ。その選択に選ばれなかったからって客に怒るのはダサすぎんだろ。なんかすごくまともなこと言ってる。でもそれならどうして怒ってるの？客の前では我慢したがな。ムカつくもんはムカつくからだよ。あーくそ、今日はもう休みだ。子供みたいな人だな。でもオリアスさんが人気な理由ってこういうところも含めてなんだろうな。どこ行く？よし、行こう。そうだそうだ、うっかりしてたわ。ソフィーちゃん、教えてほしいことがあるんだけど。ソフィーちゃんが暮らしてる時代ってどんな感じのところなの？え？私の住んでる時代ですか？
どんな国があって、どんな事件や災害があって、どんなことが流行ってるのかとか、もう何でもいいからとにかく教えてほしいの。あ、言っとくけど結構時間かかるわよ。なるほどね。ありがとうソフィーちゃん、いろいろ聞けて本当に助かったわ。長い時間拘束しちゃってごめんなさいね。私もまさかここまで長い時間質問されるとは思いませんでした。おかげで抜けていた歴史の空白が3つくらい埋まりそうだわ。あの、どうしてこんな質問したんですか？それに歴史の空白ってどういうことですか？いろんな時代の人たちが集まるから、その時代の話をできる限り聞いてまとめて歴史の資料を作ってるのよ。え？でもどうして？私の趣味を、こういう情報をまとめるの好きなのよね。なるほど、だからカティさんいつもと違って生き生きしてるんですね。ああ、そのいつもっていうのはもしかしてここでぐうたらしてる私のことかな？はい。いや、そんな強く肯定しなくても。まあいいわ。お店終わったらゆっくりと今の話をまとめないと。今夜は楽しくなりそうね。よろしくね。どこに向かいますか？隅々まで探索。草原はいいですね。草木に隠れてない分、素材も見つけやすいですし。錬金術も必要不可欠です。たとえ重くてもおろそかにはできません。敵です。ソフィー、後に続くぞ。いけー。覚悟はできたか？さ、出かけるわよ。どんな依頼があるか。この依頼。ありがとう。これが
どこに行こうかな。よし、補充。